準備不足です。終わった。次の試合が六打ってるヒカルマブカズのチーム対明石小粒きよしのチームです。先頭は小粒さんのバンク対ヒカルさんの発言。これはまあこれからちょっと有利なんだよ。わかりません。全部わかりませんかね。それまあ、釘切れるから、まあ、病院には負けないよねっていう感じだったかな。暴れ潰し、そして断絶、補正切れ。上から、突っ飛ばして。まあ、うまい。上から、ちゃんと拾って、殺していく。終わらん。レボン2。まあ、ヒカルさんの始めは 1.0 だったけど、大丈夫。そんなことはないはずなんだけど、ビンテージのことが強すぎる。シュランカードしているか。今度の集団は見えず、珍しく集団を通されて痛いしろ。あっ、攻撃したら画面端に逃れて試合展開がちょっと分かんなくなった。とりあえず冷静に毒は全部使い切るのかな。あっ、集団ね。すみません、ね、1本目と折り返す。レボン3アクション。もうなんかなったって言ってるけど、まだ毒食らっただけなんだよな。あれ全部毒を全部使い果たせ。こっちに入れますね。ダメ。あれ、ダメガリ。危ない危ない。オーバーライブ、マスクを切って。あー、危ない。あー、ゲーパーを飛ばせないだろ。4点取られて。いや、また、なんか取らんと痛いですね、ハンドルは。まあ、弾があればの話です。2ランクぐらいだったが、その後は続かず。これは美味しい。まあ、ね、味。何もかからないが、まあ、知恵なく、まあ、またダメージを稼いで、パンケツがバーサーを稼いでしまった。あ、これは分かんなくなったぞ。ダメージいかなかった。とりあえずは人気で、あぶれ、今よくバーサーした。くー、つなぎで、あぶらーい、あぶらーい。ダメっすかー。助け取って勝ったのは光るわけで、カードはちょっとのじ合いのためちょっと殺されてる。あ、今殺されましたね。はい、すいません、ノーカードです。このゲームは、ママこの清志です。対白面、立ち回り的なニューがいけるはず。まあ、その立ち回りをずっと徹底し続ければいけるんですが、ちょっと使っちゃうとめんどくさい。終わったというこれは。2連覇から残念と補正切り。さっきと同じような補正だったんですね。これはバフを使うから立ち回りに戻る。あれ、色変えた。ママの色っていつも紫だけど、あ、色がない。え、色ないの、あの紫って。追加からなんだ。よし、きれい。ああ、もしない。タイプは3、2、6から落として、ああ、これはママのペース。なんだ重なってない。オーバードレスしてた。あー、カウンターこらえたいんじゃないの。できるの。できない。できなくて、あ、死んだ。なんでそれにしい。先生、何でもよかったんじゃないの今の。あ、分かんないけど、分かんないことは何も言わないことにしとこうかな。あー、
いや、今のインテンプラだ。え、これはヒレッパーはしない。対空から画面に辛い、辛い中のイメージやらしいな、今。危ない、今すっごい危なかったけど、今ゴビーイエローのゴブシル危ない、ロクシーカーをダーロン1だって受け身振るんだ、危ない。4人、ゴビーまだ生きてるが悪名はこのままタイムアップで終わりだぜっていう感じですね。無理切ってない、はい、でもこの時点で、はい、大将引きずり出されたのが明石アズレル。最初の曲、なんで緑になってるの？見づらい、この色を引きずらんだけど、こう立ち、いや、白面の人が飛ぶだけなんだよ、多分。で、転倒されて、手から伝わって入れ替わりしようぜ。ダメ爆して4個のにブレーキ当たらない。1から中段で突きで大撃中3。いや、今この CD の放送だったと思ったが入れ替わった。いや、よくガードしてる強化戦怖いけど側面が入れている。あ、あー、メロンかも。あれ、ちょっと私たちやられたんで、うん、どうなんだろう。床でもダメだ。負け。はい、はい、はい、あ、これ、さっきと同じだけど、さっきと同じけど、あー、怖い怖い。最後は A タイプ。その程度の敵。レボン2アクション。よく見ろ、シャッ。ジャンプを読んだが、ソラルさんは1レベルにいた。ポータルでダメ味、よし。いやー、は届かず。ジャンプ勝利はガードキル。どうする？あー、もう全員勝負して2レベルにパーカル。暴れてたんだよな。さあ、ヒカルさんが1本目取り返して、ひどすぎる。ここに集団をよく回っている。あ、危ない。あれ、変なのだっけ。ドロンは繋げられず、ええから先発をして、さあ、これでえ、死ぬの？危ない。最後に死んでた。あ、あ、あ、え、
まあ、みんなからヘビー言われねえけど、試合はどうだから。ファイト、ファイト、ファイト、最後は助けを押していた。どうした？勝ったのエスカロークその程度か。革命ウィン。